琵琶湖横光リーチ思い出というものは誰しも一番夏の思い出が多いであろうと思う私は二十歳前後には夏になると大見の大津に帰ったことに小学校時代には我が家が大津の湖の岸辺にあったので 琵琶湖の夏の景色は、脳中から去りがたい。今も東海道を汽車で通るたびに、大津の町へ差し掛かると、一人でいても胸がワクワクとして、窓から覗く顔に、微笑が自然と浮かんでくる。こんな密かな喜びというものは、誰にもあると見えて、ある夏のこと、私の21、人の頃、 大津から東京へ行く時に2 2歳の美しい婦人が私の前の席に乗ったことがあった私は東京近く来るまでその夫人と一言も言葉を交えなければ顔も見合わしたこともなく座って一夜を明かしたが大森まで汽車が来かかった時突然その夫人は私にあそこに見える家に 私おりますの。と一言言って笑った。私は返事もできずに窓から指さされた家を見たきりで黙ってそのまま別れてしまったがそれとは違ってまたもう一度それに匂った目にあった。これも私の22、歳の時の夏のことで九州へ行った時であるが記者が熊本へ入り 熊川の急流に沿ってたくさんのトンネルを抜けては出、抜けては出ている最中である。私の前に老人の男が一人、高いいびきをかいて横になっていた。その時には私たちの車内に私と老人とがただ二人きりで、他にも誰もいなかったが、 記者が断崖に差し掛かってしばらく経ってから川を隔てた対岸の絶壁の中腹に一軒ぽつりと家が見えた。するとその老人は急にむくりと起き上がるとあれはわしの女房の里やと一言言ってまたころりと寝てしまった。これらの話は 些細なことながらいつまでも忘れずに生涯ほほ笑ましい記憶となって何か書こうとする時や世間話をする時などに第一番に浮き上がってくるものであるがこの老人の心理や前の婦人の気持ちに似た喜ばしさは東海道では大津より以外は私には起こらない。大津へ来か,かると 私もそばにいる見知らぬ人にでも、ここは私の小さい時にいたところでと思わず言いたくてたまらぬ気持ちに誘惑される。大津の美しさはたまに大津へ行ったものでも感じるのであろうか。去年初めて関西へ連れてきた私の家内は、京都大阪奈良と諸々を歩いてから大津へ来ると、 一番関西で好きなところは大津だと私に漏らした。家内と大津へ行った時には早春であったが、夏の大津の美しさはまたはるかに早春とは違っている。唐崎の松は花よりおぼろにてという芭蕉の句は非常な打作だという廃人たちの意見が多いが、 ゼゼや石場あたりから四周対岸の唐崎の松を見つけているものでなければこの区の美しさはわかりがたいと思う夏前になると今年はどこへ行くかという質問を毎年受けるしかし私は田舎の夏よりも都会の夏の方が好きである一夏を都会で過ごすとその一年を 物足らなく誰も思うらしいが私はそうではない夏の美しさや楽しさは昼よりも夜であるから田舎にいては夜が来ると早くから寝なければならぬので夏の過ぎることばかりが待ち遠しいしかし都会にいるともう秋が来るのかと過ぎゆく夏が惜しまれることに私は 夏が一番仕事ができるので、旅をしては一年の働く時期を見失う。人は一年の終わりになると、それぞれ自分の好きな来年の季節を待つものだが、私はなんとなく夏を待つ。夏は過ぎ去った楽しい過去に火がついたようで、去年の夏も今年の夏も区別がなくなり、少年の日が 幻のように浮き上がってくるのである船に灯籠を掲げ湖の上を対岸の唐崎まで渡ってゆく夜の景色は私の生活を築いている記憶の中では非常に重要な記憶であるひどく苦痛なことに悩まされている時に何か楽しいことはないかといろいろ思い浮かべる想像の中で 何が中心を成して展開していくかと考えると私にとっては不思議に夜の湖の上を渡っていった少年の日の単純な記憶であるこれはどういう理由かよくはわからないが油のように緩やかに揺れる暗い波の上に点々と映じている街の日の遠ざかる美しさや 冷えた湖を渡る鈴風に、ウリやナスを流しながら、遠く冷えの山腹に光っている灯花をめがけて、幾層もの灯籠船のさざめき渡る夜の祭りの楽しさは、暗夜航路とも言うべき人の世の運命を漠然と感じる象徴の楽しさなのであろう。象徴というものは過去の記憶の中で、 一番に強い生理力を持っている場面から感じるものだが、してみると、私には夜の琵琶湖を渡る祭りがそれなのである。この時には小さな気仙の欄干の上に鈴のように下がった色とりどりのちょうちんの影から汗ばんで並ぶ顔の群れがいっぱい笑顔の群れとなり、幾層ものそれらの気仙の 追いつ追われつするたびに近づく欄干はどよめき立って船畑めがけてナスやウリを投げつけ合う船が唐崎まで着くと人々はそこで降りて今はなくなった老い松の枝の下をめぐり歩いてからまた帰船に乗って帰ってくる日は忘れたが何でもそれは盆の日ではなかろうか 大津の北端に小花川というところがあるここは野菜の産地で畑から這い降りた大きなカボチャがつるをつけたまま湖の波の上に浮いていたこのひょうきんなカボチャはどういうものか夏になると必ず私の頭に浮かんでくる小花川の町へ入るところに疎水の河口がある ここから運河が山に入るまでの両側はらたちが連なっているので秋になると黄色波が匂いを強く放って私たちを喜ばせた運河の山に入る上は三井寺であるがここ境内一帯はまた椎の実で溢れたものだ去年の私は久しぶりに行ってみたがこの辺りだけは 昔も今も変わっていない明治初年の空気のまだそのままに残っている市街はおそらく関西では大津であり大津のうちでは疎水の付近だけであろう私の友人の長井達夫君は江戸っ子で30近くまで東京から外へ出たこととてない人であるがこの人が初めて関西へ来て なら、京都、大阪と回ったことがあった。常人以上に勘のよく聞く長井君のことなので、私は彼が帰ってから関西の印象を話すのを楽しみにして待っていると、帰ってきて言うには、自分は関西を少々ぼを回ってみたけれども、人の言うほどにはどこにも感心できなかったが、ただ一箇所、 大江の坂本というところが好きであったという。坂本のどこが好きかと尋ねると、日枝神社の境内にかかっている石の橋だ。あれには誠に感心したというので、それでは大津へ行ったかと聞くと、そこへは行かなかったという。坂本で関心をするなら、大津の疎水から三井寺へ行くべきであると私は言ったのだが、 奥の院の夏の土の色の美しさと静けさはあまり人々の知らないことだと思う。あそこの土の色の美しさには昔の都の色が残っている。すべて一度前に極度に反映した土地にはどことなく人の足で踏み鳴らされた脂肪のような和やかな色が漂っているものだが、私の見た土では 神奈川の金沢とか鎌倉とかには衰えきってしまっているとはいえ幕府のあった陰性な表情が石垣や木の切り株や道路の平坦な自然さに今も明瞭に現れている東北では松島翠岩寺それから岩手の平泉これらは皆 大津の奥の院の土の色と似たところがあるこの奥の院をなお奥深くどこまでも行くと京都へ抜ける感動のあるのはほとんど土地の人さえ知らないことだがここをほじくれば一層珍しい様々なところがあるに相違いないと私は思っている私はそこの道を通ったことがあるが 道の両側はほとんど貝塚ばかりと思える山々の重複であった青年時代に読んだ田山家帯の気候文の中に琵琶湖の色は年々さいさい死んでいくように見えるがあれは確かに死につつあるに相違ないというようなことが書いてあったのを覚えている私はそれを読んで さすが文人の目は光っているとその当時感服したことがあった今も琵琶湖のそばを汽車で通るびごとに肩井の言葉を思い出して一層その感を深くするのだが私にもこの湖は見るたびに沼のようにだんだん生殖をなくしていくのを感じる大津の町は湖に面したところは 静かで人通りも少なく湖に遠ざかるに従って賑やかになっているがあれを見ると湖の空気というものはそこの住む人々の心から活気を奪うのであろう大見商人というものは自国では反映せずに他国へ出て成功するのが特徴であるのも色々いろいろな原因もあるであろうが一つは 湿気をはらんだ湖の空気に身も心も単獣室に仕上げられ怒りを感じず隠隠自重の風が自然と積み上がってきているためかもしれぬこの観察はもちろん滑稽なところがあるが絶えず飽和している気圧の中に詰まっている住民の心理は乾燥した空気の中にいる住民よりも 忍耐心の強くなることは事実である一体単純室というものは単純室それ自身では成功はしがたく他人のふんどしで相撲を取って初めて役に立ちやすいもので腹黒とか陰険だとか言われるのも自然と他を利用するように出来上がっているからである私は去年大津の町を歩いていて ブクブク膨れている人の多いのに今更驚いたのであるが、大津地方の人は物事にあまり感動を表さない。むしろ他人には冷淡なところがあるように思うのは私だけではないだろう。